あと前節のフューチャーズの試合を見ていたんですが、青島が素晴らしいフリーキックをね直接決めたんですが、セットプレーも一つのチャンスになるかも分かりません。青島優選手は高校時代からね大人の体してましたですからね、すごい迫力でしたよ。そうですね、まあ、エスパルスではなかなかこう出場機会に恵まれなかったんですが、アプルさんがゴールキーパーの森下慎一、そしてまあこちらはチャンコーチですね、チャン・エイリョンコーチであります。トスフューチャーズ序盤の滑り出しを見つめるオスカー監督、まあ、かつてはブラジルのディフェンスラインでワールドカップではオスカール、それからレアンドロというね素晴らしいディフェンダーがいたんですが、さあ右サイドから今度は見延、見延のドリブル、さあ見延上がっていった、ボールをまだ支配している、ファウルがありました。見延に対して今のは山崎ですかね、ちょっと肘打ちのような感じになりましたがね、真正面からだったですね。そうですね、見延が切り込んでいってこの後です。あ、山崎が当たりましたね。まあ、しかしこれはやむを得ないファウルかもわかりませんね、はい、ディフェンダーもあれ行かなかったらもう完全に点取られますから ね、 さあゴール正面25メートルありますか、アープルさんがのフリーキックであります。22番の佐藤翔吉がいます。それから望月ですね、望月悟、壁を作ります。佐藤が蹴りますか、あるいは望月か。もともと得点能力の高いフォワードでした、22番の佐藤翔吉。さあゴールキーパー松永、佐藤の左足、惜しくもクロスバーを越えました。佐藤翔吉の左足のシュート、クロスバーを越えています。いや、古田さん惜しかったですね、これ ね、 もう少しですよね、50センチぐらいでしょうかね、壁の上、完全に松永君反応してましたですけどね、はい、わずかにクロスバーを越えました。前半の20分を今経過しています。まあ、ここまで決定的なチャンスは両チームありませんが、20分を経過して0対0、パープルサンガ、そしてフュージャーズ、徐々にその両チームの持ち味が出てきたかな、そういう感じがいたします。ヘッドで前に送ります。あ、ディフェンダーがクリアしました。2番今岡のクリアでパープルサンガ2本目のコーナーキックであります。右サイド、あのフューチャーズはこのコーナーキック気をつけんといけませんね、はい、こういうどうしてもこう勝負のかかったゲームはですね、リスタートからの点立つとかね、そうですね、ミスからの失点とかね、はい、そういうケースで取られる場合が多いですから、はい、このコーナーキック特に気をつけなきゃいけないですね。さあ最初のコーナーキックではこのキッカーの佐藤がミスキックをしてしまったんですが、果たしてどうでしょうか。22番ディフェンダーの佐藤翔吉が左足で蹴ります。このコーナーキック右サイド、キーパーが出た、キーパーパンチ、ファールがありましたか。そうですね、キーパーチャンス、ね、そうですね、いいボールでしたね、直接ボールを割ろうかというようなボールを蹴りました。ゴールキーパー31番の松永重達であります。バウタザールがキーパーと競りまして、キーパーチャージを取られたようですね。そうですね、はい、この9番が世界の点取り屋バウタザールであります。ファールはパープルサンガにありました、危険なプレーです。バウタザールとそしてステファン・タタウ、まあ、世界のヒノキ舞台を経験している2人。前半の22分になろうとしています。ディフェンスラインでボールを回して、今度は右サイド、ミリンコビッチ、旧ユーゴスラビア代表であります。そしていいボールがタタウに通って、タタウのシュート、タタウのシュート決まりました。ミリンコビッチからステファン・タタウへ、強烈なシュート、前半22分、森下が守るゴールを割りました。それにしてもミリンコビッチから素晴らしいボールが出ました。いや、今のはもう完全にフリーになりましたね。そうですね、左サイドが完全に破られましたですね、はい、これはキーパー森下いかんともしがたい、どうしようもありません。杉山君がラインを上げようとしたところですかね。そうですね、
これは梶野さん、一瞬もうあのスペースがフリーになっちゃいましたね。そうですね、ちょっとカバーリングがちょっと遅かったですね。はい、フューチャーズの方はやっぱりあのタタウが攻撃の起点となってですね、前半の22分にステファン・タタウ強烈な右足のシュート、パープルサンガのゴールネットを揺らしました。1対0です。そうですね、はい、ただ、まあ、あの1点ではですね、はい、やはりまだまだ危険ですのでね、あと45分ありますからね、はい、そういう意味ではあのもう1点欲しいところでしょうね。そうですね、さあフィールドに今ピッチに散りましたが、どうやらパープルサンガ44番の佐藤が来ました ね、 ね、あこれは古川さんどうですかね。やはりあの佐藤の高さをですね、今言いましたような攻撃の起点 ポイントを作ろうと、はい、いうことでしょうね、それから2番のウィングバックの美濃部が下がりました。これが佐藤義明です、まあ、かつてガンバでも得点をゲットしましたレッズにもいましたが、その佐藤44番が入っています。バウタザール、そしてエジミューソンと、カジノさん3トップでの格好になりますね。そうですね、もうパンあのサンガの方はもう後がないですから、点取んなきゃいけませんから ね、はい、さあ佐藤義明を起用してきた京都パープルサンガ、右サイドからいきなり突破であります。さあゴール前佐藤はいますが、後半開始早々早い展開でマウリシーニョが右から切り込んでいきました。キックオフと同時に非常に激しい勢いでマウリシーニョ右サイドから切り込みましたが、ファールはありませんでした。ホイッスルありません。センターサークルで望月、ミリンコビッチとの競り合い、ボールはミリンコビッチか、エジミューソン、エジミューソンがファールを取られました。この6番が中盤ミッドフィールダーのミリンコビッチであります。まあ、ハンガリーのホンベドでプレーしていましたが、旧ユーゴ代表であります。さあこの7番がエジミューソン、まあ、このエジミューソンが非常にこの調子の波があるというふうに聞いているんですが、古川さん非常にいい時をご覧になっているそうですね。そうですね、今日は悪い方ですねちょっと前半目立ちませんでしたよね、あの私が少し前に見た時にはですね、はい、右サイドで大活躍したんですよね、ゴール前にボールを送ります。さあミリンコビッチ、望月が競り勝って、さあどこへ出しますか。前線に送ります。ミリンコビッチ、今度は左サイド、バウルシーニョ、バウタザールが手を挙げます。向こうサイド、しかしボールをインターセプトします。なかなかボールが通りません。パープルさんがボール正面にバウタザール、そして佐藤は手を挙げています。ボールを上げられるか、マウルシーニョ懸命にクリアします。2番の今岡、望月から杉山へ、杉山から今度は前線に送りますが、ミスキックになります。佐藤を入れてポイントを作ってやろうとするなら、はい、両サイドで無駄なことは入れ必要ないですよね、できるだけ早い段階で中へ掘り込んで、はい、勝負してこぼれ球を狙うと、いうことを徹底した方がいいかもなんですね。そうですね、まあ、梶野さん、佐藤の高さを生かしてポストプレー、まあはい、そこにくさびを打ち込みたいところありますよね、はい、なるべく早く佐藤の頭に当てた方がいいと思うんです、そうですね。望月には通りません。一旦ゴールキーパーに戻します。キーパー森下、この森下に対して青島が素早く詰めていきます。望月、近行きから望月、サトルへ、そして右サイド倒されました。佐藤が倒されました。佐藤が今右に出ていました。その佐藤がマウリシーニョと代わって今ゴール前にやってまいります。マウリシーニョ右サイド、マークにつきます。さあマウリシーニョのドリブルから佐藤をスルーしてエジミューソン、ちょっと今意思の統一がありませんでした。タタウが懸命にマークに入ります。佐藤翔吉左サイド、佐藤がタタウを抜けるか、非常に厚い壁があります。ステファン・タタウ、前線青島、そして中央から右に送ります。このパスは長すぎました。ゴールキーパー森下、サンガの左サイド、はい、フューチャーズの右サイドですね、からはなかなか破けないと思いますよ。タタウがいますからねからやはり右サイドでしょうか、佐藤は今度は右サイドに出ています。その佐藤のドリブル倒されましたが、ホイッスルはありません。17番の森安のクリアです。原
さん、チャンコーチ、はい、中島さん、それぞれのチームのハーフタイムのコメントです、はい、まずサンガのオスカー監督ですが、立ち上がり緊張して硬くなっていたようだと。失点はなんであそこでフリーの選手がいたのかわからないが、まあ、後半少し良くなればまたこちらも点を取れるだろうというふうに指示しました、はい、で一方のフューチャーズのチャンコーチなんですが、もう1回も座っていません、ずっと立ったままタッチライン沿いをうろうろされているんですが、まず一人一人にそれぞれのマークの注意をしました。はい、さあこれは右サイドから突破してハンプルさんがチャンス、ヘッド、マウリシーニョのヘディングシュート、ダイビング、クロスバーを越えました。惜しい、50センチぐらいでしょうかね。今いい右からの突破だったですね。いいセンタリングですね、はい、ヘディングも良かったんですけどね。そうですね、もう少し叩きつけてれば、はい、決定的なチャンスを逃しましたパープルサンガ、後半の4分であります。ここでまたオスカー監督が何やらレフェリーと話をしています。レフェリーが注意を与えましたね。何でしょうかね、何でしょうかね、退席というような言葉がありましたんでね、何かあったら退席させるぞというような、そういう警告でしょうか。テクニカルエリアの中ではいいんですけど、ね、テクニカルエリアでは別に構いませんね、キーパーの松永、まだゴールを許していません。監督の指示という面ではチャンコーチの方が再三出ているんですがね。そうですね、そうなんですよね。さあ押島が行きますが、懸命のクリア、杉山手前の